はい、こんにちは、スプラトゥーンの梅ちゃんです。ということで、今日はめちゃくちゃ大事な発表があります。梅ちゃん、おいようかな。発表はスプラトゥーンやめました。やめました。もうやめてねえしまあでも、とりあえずしばらく多分2週間ぐらいお休みします。うん、お休みでアクリル絵の具の練習をやりまくる。うん、その美術の学校行ってるんですかとかよく言われるけど、全く行ったことなくて、9年ぐらいスプレーやってるけど、絵のこと本当に知らない。絵を描くなんてのも思ってなかったけど、最近、うん、いやなんかちょっと上手くなりたいなって9年越しに思って、なんかアクリル絵の具とスプレーアートで多分ね合うかなと思って、とりあえずアクリル絵の具をやって、まあ、1枚目と最後に描いたやつ比べてどんぐらい上達したのかっていうのを、うん、やっていきたいと思います。目標は1万枚は描くで、ちなみに書いたやつは002とかってやつはどんどんあのツイッターとかでこれって載せるから、なんか気に入ったのあったらぜひぜひ購入してほしいんだけど、なんか本当お客さんがもうお気持ちで本当になんかマジでいくらでもいい、これに関してはまあ応援してるよっていうのをなんか形にしてくれるっていう感じでということでね、楽しんでいきたいと思います。新しい挑戦やっていきたいと思います。で、とりあえず書く前に、まあ、道具紹介までね、次の動画から1枚目みたいな、うん、ということでね、もう何も調べずに買ってきた道具をね、紹介したいと思います。もう待てなくてちょっとね、書いたりしちゃってて、なんか遊んだりしてて、スプレーアートとアクリルミックスしたりとかしててね、こんな感じなんだけど、やばくない？もうおしゃれじゃね。パレットかっこいい。よく分かんなかったんだけど、とりあえず何買えばいいですかっつって、この6本買ってきました。だ結構するね。この折り型のやつで1800円ぐらいで、こっちがアクリルのね、これ海外のやつ、昔なんかあった、家にあったやつで、これなんかグローインダダーク夜光塗料、光るやつね。で、アムステルダムのやつを買ってみました。OK? ってことでね、道具もね、これで合ってるか全然わかんないけど、とりあえずなんかちょっと見よう見まねでちょっと集めてみて、で、いろいろなんか YouTube とかでいろいろ見たりして、どんどんこれから成長していきたいと思います。 OK! ということで、応援したいなと思ったり、頑張ってと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。 OK! アディオスアミゴス。